日々の暮らしを楽にする、小林誠寛。第一章、自分探しをしているあなたへ。毎日が楽しくなる方法。講演会の時に年間数名の方から、毎日が楽しくないので自殺をしてもいいですかと聞かれることがあります。私には自殺を許可する権限はありません。死んではいけませんということも言いませんが、その方々に対して2つの提案をしています。死んじゃう前に中華街でチンジャオロースを食べてみてはどうでしょうか。笑い。ここで笑えるようならまだ安心できますが、深刻な人ほど笑いは出ないようです。そこでもう一つ質問をします。今まで投げかけてきたものがありますかと聞きます。え、投げかけって何ですかと必ず答えが返ってきます。では投げかけたことはないのですね。投げかけるとは、喜ばれる、ありがとうと言われるように生きるということです。私はこれまで、投げかけたものが返ってくる、投げかけなければ帰らない、愛すれば愛される、愛さなければ愛されない、嫌えば嫌われる、嫌わなければ嫌われないという宇宙の法則を言ってきました。しかも投げかけると倍返しで返ってきます。愛情を投げかけたら2倍の愛情が返ってくるという仕組みです。私の周りには、投げかけたものが返ってくるという法則を実証している人がたくさんいます。その結果、とても楽しい人生を送っているという人が集まっています。しかし、投げかけなければ帰らないという法則を実証してくれる人はなかなかいません。毎日が楽しくないと質問してくれた人は、投げかけていないため何も起きていないという実証例を示してくれたのですから、私にとってとてもありがたい存在なのです。たくさん投げかけているのに何も返ってこない、何も投げかけていないのにたくさんお返しが来ているとなると、私の法則が揺らいでしまいます。しかし、これまでにそういう人は一人もいませんでした。死を考える前に投げかけてみてはどうでしょうか。投げかけたものが返ってくるまでに3年かかります。投げかけたものが返ってきて楽しい状況になってから死ぬことを考えても遅くはないと思います、という提案をしました。投げかけ続けていると、必ずそのお返しが倍返しでやってきて、自分が幸せな現象に囲まれていきます。しかし、神は何かを投げかけてすぐに返ってくるという構造には作りませんでした。投げかけたものが返ってくるまで3年かかりますが、多少誤差が発生する場合もあります。ですから、3年間プラス2週間ぐらい喜ばれる投げかけをやり続けて、何が返ってくるのかを待ってみる。3年間投げかけるということは、3年後にお返しが始まったら、その状態が3年間続いていくということです。幸せをより味わうために、常に3年後を目指して投げかけ続けることをお勧めします。死ぬ3年前に投げかけたもの。例えば、80歳で亡くなる人がいます。投げかけたものが3年後に帰ってくるという情報を知ったのが77歳という時もあります。そうすると、投げかけたものが帰ってこないのではと疑問に思う人がいるかもしれません。実は、死ぬまでの3年間に投げかけたものは、次に生まれた時の状況や環境で帰ってきます。
自分が前世で投げかけた通りの環境のところに生まれてくるようなのです。喜ばれるように生きていた、投げかけていた人は家族や親戚がとても待ち望んでいるという喜ばれる生まれ方をします。しかし私がいつ死ぬかということは公表されていません。もしかすると死ぬまでの3年間はすでに始まっている可能性もあります。ですから今この瞬間から喜ばれるように投げかけて生きていってはいかがでしょうか。投げかけたものが返ってくる時間を短縮する方法。今日まで不平不満、愚痴、泣き言、悪口、文句などをたくさん言ってきた人は3年と2週間くらいで投げかけたものが返ってきます。しかしなぜか最近返ってくるまでの時間が早まってきている気がします。どういう人が早まっているのかを観察していくと、ありがとうを言う数が多い人ほど半年や1年で返ってくるようなのです。どうもありがとうを言う数の多さと連動しているらしい。その他、掃除をしている人、笑っている人も早まるようです。笑ってありがとうを言いながらトイレ掃除をしていくのが一番効率のいい方法かもしれません。強さとは、自分の思い通りの人生を歩いている人はほとんどいないと思います。受験や就職試験に落ちることもあります。会社に入り上司から怒られたり怒鳴られたりすることもあるでしょう。仕事をクビになることもあります。その時にニコニコと淡々と生きていくことが本当に強いということです。こんなに頑張っているのにあなたが〇〇だからという人は認めたくない、受け入れたくないという気持ちがあります。このように頑張って全部自分の思い通りにするぞと思っている人はむしろ弱いのかもしれません。本当に強い人は打たれ強い人です。自分の思い通りにならないものを何十何百と味わったとしても、すべて受け入れてそういうこともあるよねと笑っている人でしょう。認めてしまえる人の方がはるかに強いのです。たくさんの友人に囲まれる人、私には友人が一人もいません、友人を作るにはどうしたらいいでしょうと質問をしてきた人がいました。その人に対してこのように尋ねました。1年間のうち何通手紙を書きますか。1通も書いていません。自分から電話をかけたことがありますか。用事があるときはいろいろなところにかけますが、あえて用事を作って友人に電話をかけたりすることはありますか。一度もありません。手紙を書かない、電話もかけていないということは、自分から相手に対して全く働きかけていません。このような人は向こうから友達になりたいと言われることはないでしょう。もし友人が欲しいと思うのだったら、初中見舞い、年賀状を出す、まめに手紙を出す、用事がなくても電話をしてみるなど、自分からコミュニケーションを図っていくと友人ができていきます。先ほども書いたように、宇宙の法則に投げかけたものが返ってくるというものがあります。自分から投げかけていくことで、次から次へと友人が増えていくようになっていきます。目の前の人を大事にすると人間関係がスムーズに。人間関係が苦手な人は心の中でいつも次のようなことを考えています。昨日会っていた A さんに対して、ああもっと一生懸命対応すればよかったと思いながら、今目の前にいる B さんのことを考えていません。昨日の A さんのことを考えている間に、目の前にいる B さんが去っていってしまいます。
ああ、 B さんを大事にすればよかったと思いながら、今度は C さんと会う。このように目の前にいない人のことを考えるという行動をいつも繰り返しています。今目の前にいる人だけが大事なのです。過去の人も明日会う人も目の前にはいません。今目の前にいる人とだけ握手をしたり笑い合うことができます。今目の前にいる人、物、ことに対して今できることをやっていくことです。落ち込む人は有頂天になる。いろいろな出来事、自分にとって悲しかったり悔しかったりショックなことがあると落ち込んでしまう人がいます。そういう人が元気になりたいために連絡をしてきて、何か励ましの言葉をくださいというようなことがあります。そのような連絡をたくさん受けてきて分かったことがあります。それは落ち込む人には共通の人格があるということでした。落ち込む人というのは、何か褒められたり嬉しかった時に普通以上に有頂天になります。また自分を見失うほどの喜び方をしたりするようです。人の評価評論に一喜一憂する人が有頂天になったり落ち込んだりします。そして年間に 3,4 回有頂天になる人は同じ数だけ落ち込みます。そして有頂天になった高さと落ち込んだ深さが一緒です。全く有頂天にならない人は落ち込むということはありません。落ち込まない人は有頂天にもなりません。有頂天になったり落ち込んだりするということは幼児性でもあります。自分の生き方や考え方、哲学というものが自分なりに確立できていたなら、たとえ人からどのような評価を受けても、何があったとしても落ち込んだりはしません。そして褒められたとしても有頂天になるということがなくなっていきます。子供は褒められたくて生きているようなものです。ですから子供に対してたくさん褒めていくと、才能が磨かれ、明るく積極的な子供に育っていきます。大人になるということは、褒められて嬉しいというのはいいのですが、褒められなければ嫌だ、批判されるのは嫌だということとは違います。褒められなくても自分なりの生き方をしていくというように、迷いがなくなるようにすることが自分の人生観を作ったということでしょう。